今日の県内は高気圧に覆われ気温が上がっています。午前11時までの最高気温は小松で 34.7 度、金沢で 33.4 度など、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっていて、県内で今年初めて熱中症警戒アラートが発表されました。この暑さの中、金沢市の東茶屋街では暑さ対策をしながら散策する人の姿がありました。東京よりも暑いかもしれないです。はい、今この時間はもうちょっと涼しいかなと思ってたんですけど、暑いです。日傘と扇風機もあるし、あと汗拭きシートも持ってます。気象台ではこまめに休憩をとって水分や塩分を補給したり、涼しい環境で過ごすなど十分な熱中症対策を呼びかけています。